信号で言ったら黄色信号なんですよ。まだ取り返しがつくよって、グッと押さえてもらった状態で肩上げてみてください。はい、理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、3年以上の腰痛、膝痛、肩の痛みに対しての根本的に解決する治療方法、原因の発見方法を紹介したいと思いますので、患者さん専用の動画になっていますので、ぜひこの動画見てみてください。で、今回ですね、何かと言いますと、肩の痛みに対してのお話をしていきたいというふうに思います。もしあなたがですね、肩の痛みがあって上がらないって言って、先生どうしたらいいですかって聞いてもですね、まあここに注射すればいいよとかって言ってね、注射するんだけども、まあちょっと上がるなったけど、1週間後また同じ角度になってしまったり、痛みで悩んでいる、もしくはですね、ああ肩が上がらない、肩が痛いに対して、まあじゃあここマッサージしましょうで、この場をマッサージしていくんだけども、次の日にはまた痛みが出てしまって、どうしていいかわからない、そんなあなたであればですね、今日の動画を見ることによって、どこが原因なのかっていうところが分かってくる、全ての肩の痛みの原因が分かるように話をさせてもらいますので、もしあなたが肩の痛みに悩んでいる方は、ぜひこの動画を最後まで見てみてください。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、肩の痛みということでお話をしていくんですけども、肩ってですね、そもそもどんな構造なのかっていうことを説明していきたいと思います。でですね、骨模型使いながらやっていきますね。で、肩っていうのはここのいわゆる上半身の部分にありまして、いわゆるこの肋骨、あとは背骨、あとは肩甲骨、あとは鎖骨についている、まあ骨、いわゆる動く場所になります。で、人間の体の中でもですね、一番と言っていいほど動きが多い場所ですね。例えば首って言ってもですね、動きがこれぐらいね、だいたいまあ前に倒して後ろに倒してで、まあだいたい動いても120度ぐらいしか動きませんよね。横に倒すって言っても90度から120度ぐらいしか動かない。じゃあこれがもう360度もあるかって言ったら、そんなことはないですよね。ですけど、肩ってこの真下から上まで上がりますよね。いわゆる180度動きますし、なんなら横から見た時に前にも回るし、なんならこの角度で言うんだったら上に回って後ろにも回ってくる。まあ上に上げて後ろにも回ってくる。ってなると360度回ってる。いわゆるすごく大きな動きをする場所だということをぜひ覚えてください。ただですね、この肩っていうところ、正式名称で言うと肩甲上腕関節と言います。いわゆる肩甲骨と上腕骨っていうこの腕の骨ありますよね。ここの関節なんですよ。なんかすごく難しくね、漢字になると聞こえるんですけど、そんなことなくって、骨と骨がつながっている場所を関節と言いますので、そんなに難しくないんですよね。何と何がつながった関節っていうのはですね、漢字と漢字がつながっただけです。で、最後に関節ってつくだけなので、よく見るとそんなに難しくないと覚えてください。狭窄関節、腱鎖関節、そして肩甲上腕関節、この部分がめちゃくちゃ大事になります。そしてあなたの肩の痛みの原因になるのはこの3つが多くなってきますし、あとはですね、この肩に紐づいている腕の部分が原因になっています。これ先に言いますと、肩が痛いんですけど、これは結果として起きてます。いわゆる肩の痛みは結果として起きてるだけで、いわゆる原因はまた別にあるんだよってことですね。原因を探していかないと結果って変わりますよね。例えば火事の時、火事が起きましたっていう時にですね、ベーってうるさいサイレンが鳴ってる、このサイレンに対してうるさいなって言ってこう止めたりとかね、システムをいじったりとかして止まったってなったとしても、また鳴り出すんですよ。で、また鳴り出したのを止めようとして、止まりました、あー止まった止まった、あまた鳴り出した、これ繰り返してても、あれ止まんないし、なんならちょっとサイレンが鳴るスピードが速くなってきた、んどうしよう、でもこれってなんで鳴ってるんですか、火事が起きてるからです。これは体も全く一緒で、湿布を貼ったり痛み止めをして、なんとなくその場だけは乗り過ごしてる。でも原因に治療してなかったら、いつかこれ全部焼け焦げちゃいますよね。何かって言ったら、最終的に手術したりとか、痺れで手が動かなくなっただったりとか、もう激痛で眠れません。こういう状態って、さっきのいわゆるもう火事で全部が燃えちゃってる状態、こんな風になってきてしまってから、あんなちゃんと治療しとけばよかったってなるんですよ。だったら、それ火事が広がる前にちゃんと、このサイレンじゃなくてこの火見てたら治るんじゃないですか。だからこの肩ってのは原因、いわゆるサイレンだと思ってください。肩ってのはたくさんの動きを出していると、この一番動きやすい場所であって、他にも動かないといけない場所はたくさんある。ただここが動きすぎて痛みが出てる、でいわゆる頑張り屋さんなんですよね。だからここにアプローチをするわけじゃなく、ここがなんで痛くなったかっていう原因を見つけていくことが大事だってことをぜひ覚えてください。そうなった時に肩ってどうやって動くのってことをぜひ覚えていただきたいんですけど、何かって言ったら、肩っていうのはいわゆる肩甲上腕関節、
これって180度動くんでしょう？違います。何かと言いますと、肩甲上腕関節自体はだいたいですね、曲げる時っていうのは120度ぐらいしか曲がらないって言われてます。180度動きますけども、実際3分の2ぐらいまでしか動かない。じゃああとの60度ってどこが動いてんのって話なんですけど、これがさっき私がヒントでも言いました、胸鎖関節、胸骨と鎖骨の関節、そして肩甲骨と鎖骨の関節ですね。ここの部分が動いてる。そしてもう一つがここの土台になっている背骨、肋骨、ここが連動して動くことで上がってるんですね。なんで残りの60度っていうのは、この腱鎖関節、胸鎖関節、そして体幹が動く、いわゆる胸郭ってとこね、が動くことでしっかり上がるよってことですね。でこれね、ちょっと50肩の患者さんとかってよく上がらないって言うんですけど、どこまで上がるのかって言ったら、これですね、大体ですけどこの90度ぐらいとかこの辺まで上がるんですね。でこれ何が起きてるかっていうと、肩甲上腕関節、いわゆる肩関節ってとこですねっていうのが、大体ですけど30度から50度ぐらいまでしか上がらなくなります。いわゆるこれぐらいしか上がらないですよ。でも日常生活の中で50度までで全部が終わるかって言ったらそんなことなくって、ちょっとじゃあ料理をしようって言っても肩はだいぶ上がらないですよ。で何か物を取ろうと言っても、大体ですけど90度までどうにか上げようとするんですよ。90度まで上がるとなんとなくある程度の生活できる、水平まで上がる、こっから上げようとすることってあんまなくないですか。でもこの90度までは大体使いますよね。物持ったり何かしたりね、こう歯磨きを取ったりもそうですね。大体90度までは上がると大体生活上こう苦しくない状態って時に、さっきの件思い出します。肩っていうところは大体30度から50度ぐらいまでしか上がらなくなる。でも90度までが上がらないといけない。なった時に30度肩で、いわゆる肩甲上腕関節で上がった。これはですね、またメカニズムの話をすると、まあ肩の中で言うと30度ぐらいまでしか上がらなくなる。ですけど、あと90度まで上げるには60度必要。あれ ?60 度ってどっかであったな。ね。ちょっと知識つけませんか？ね。何かって言ったら、胸鎖関節、腱鎖関節、そして肋骨、いわゆる胸郭ってとこが動くことでグッと上がってくる。で、だから50肩の患者さんに90度まで、まあ上がるときまで肩上げてくださいって言うと、こうやってあげるんです。いわゆる肩じゃなくて肩甲骨とかね、胸鎖関節だったりとかっていう、この全部を使って上げてきます。こんな風に。胸郭をこう盛り上げたりとかして。何が痛いかっていうと、大体50肩だったりとか肩が痛い人っていうのは、この肩じゃなくて、この腱鎖関節とか胸鎖関節っていう、いわゆるこの全体、肩全体を使って上げてますよってことですね。で、逆に言うとですよ、ここがなんで、いわゆる肩甲上腕関節がなんで痛くなったかって言ったら、この60度が上がらない状態、胸鎖関節、腱鎖関節、肋骨が動かない状態で、上げようとして上がらないから頑張って上げてる状態。これが続けばどうですか？肩、いわゆる肩甲上腕関節、頑張りすぎて上がってないよねって話。でも頑張ってるだけがずっと続くと炎症が起きる、筋肉が痛みが起きてくる。そうするとここが上がらない。そしたらよし俺らも頑張ろうって上がり出して、こうやってやり出すけど、時すでに落とし、もう肩が痛い肩が痛いっていう、このサイレン自体ずっと鳴り続けてる状態。今のを聞いてみて分かったと思いますけど、大事なのって腱鎖関節とか胸鎖関節とか鎖骨、肩甲骨、そして肋骨、このあたりがちゃんと連動して動いてないから結果として出てるだけであれば、何をしないといけないか、何となく分かってきましたか？鎖骨がちゃんと動くようにしようよ、肩甲骨がちゃんと動くようにしようよ、肋骨、胸郭がちゃんと動くようにしようよって、この3つが動き出すことでしっかり肩って上がるんじゃないか、肩の痛みって根本的に解決するんじゃないかってことですね。ただ見ないといけないポイントとしては、鎖骨、そして肩甲骨、そして肋骨、いわゆる胸郭ですね、が動くようになるっていうのがすごく大事だというポイントを覚えてください。はい、じゃあですね、実際の検査方法を紹介していきます。で、まず1つ目が鎖骨ですね。鎖骨が動くっていうことをやっていきたいというふうに思います。で、ちょっとね解説しますけど、胸鎖関節って言いますか、胸骨と鎖骨があったりしますけど、この鎖骨ってどんな風に動くのかって言ったら、これはですね、こういう風に簡単に言ったらいろんな動きありますけど、真上に上がると思ってください。なんでイメージ言うと、ここにね、こんな風についてるんですけど、肩が上がる時っていうのはちょっと回旋って言ってね、こんな風にグッと回りながら上に上がってきます。なのでこれが上に上がらないといけないんですけど、胸鎖関節って言ってね、胸骨と鎖骨のこの関節のところがずれちゃったりとか詰まっちゃったりとかしてて、この上に上がるができなくなってることが多いです。ここがいわゆる軸なんですよね。ここが軸でこうやって上がろうとするので、この軸
の部分がずれちゃってる。じゃあずれを直してあげれば肩上がりやすくなるんじゃないか。まあ胸鎖骨が動きやすくなるんじゃないかってことですね。なのでまずねやってほしいのは肩をまず上げてみてください。まあこれぐらい上がるなという状態。この鎖骨のが一番出っ張ってる場所ありますね。ちょっと喉仏から真下に降りてくるとここポコッと当たります。今ここ触ってますね。この右側、いわゆる右肩だったら右側にこう行くと当たります。ポコッと出っ張ってる。これがいわゆる胸鎖関節っていう鎖骨の一番端の部分になりますね。でここをですね、小子宮と母子宮って言ってこの手の根元でグッと逆の手で押してください。真下に押す。で押してあげることによって関節が元の位置に戻ります。動きやすい位置に戻ってきます。だいたいこうポコッと出てるだけで軸がずれてるだけなんでね、ここをしっかり押さえてあげる。押さえてあげた状態で上げてみてください。でさっきよりも肩上げた時の痛みが減ってるということであれば、鎖骨がずれてるから鎖骨が上がらなくなって肩の痛みが出てますよねって話ですね。なんでここを押さえて楽に上がるのであれば、鎖骨に対してちゃんと治療してあげてください。でこの原因がちゃんと分かってくれば、治療法は別にどうでもいいです。正直マッサージでもカイロでも何でもいいんですよ。いろんな治療法ありますけど、ちゃんと鎖骨を狙うことが大事、胸鎖関節を狙うことが大事です。ただこの原因が分からずに患部だけに治療してから改善してない、いわゆる痛いとこだけ治療するんじゃなくって、ちゃんと原因に対してアプローチをするってことを意識してください。まず一つ目が鎖骨です。で二つ目、肩甲骨ですね。肩甲骨っていうのはこれ後ろから見てますけども、後ろ側のこれ左側の方になります。左側はこんな風に見てますね。こっち側です。こんな風に逆三角形の骨になっていまして、肩を上げるときに肩甲骨っていうのはどういう風に動くのかって言ったら、これはこんな風に上がります。いわゆる情報回線と言いまして、まあ、こんなイメージですね。逆三角形でこんな風に動いてますということです。でちょっとこの骨模型で見ると、この動きですね。この動きです。これが肩甲骨の動きになりますね。情報回線ってやつになります。でこの情報回線ってやつができていないと、さっきグッと肩を押さえても上がりにくい。いわゆるこれ、情報回線しようとするのを上からグッと止めてるんですね。なんで動きにくくなってますと。で、逆に、この肩甲骨が情報回線をして肩が上がりやすくなるのであれば、肩甲骨が動いてないから肩が痛いんですよねって話になりますね。じゃあ、肩甲骨の情報回線ってね、この肩甲骨の動きを出していくために何をするかって言ったら、止めてるのがですね、大体外側の筋肉ってのが止めてしまってることが多いです。なので肩甲骨ありますね。肩甲骨、まあ脇です。脇のこのくぼみあります。くぼみのところに親指を突っ込んでください。ぐっと中に突っ込んで、このまま肩甲骨側をぐっと挟んでください。ぐっと持つだけでいいです。ぐっと持つだけで、イメージ言うとここを今こう持って、こんな風に持ち上げるだけです。中がね触れないんですよね。どうしてもこう触りにくいので、外側から肩甲骨を持って、これで肩が上がるときに引っ張らなくていいです。持ってるだけでこれ出やすくなるので、くぼみに親指を入れて後ろ側の出っ張ってるとこを握るね。でこれをぐっと押さえてもらった状態で肩上げてみてください。そして上げやすくなる、もしくは痛みがないね、上げた時の痛みがないとかってことであれば、肩甲骨が止まってるんじゃないかなってことを意識してください。肩甲骨であればこれで上がりやすくなるはずです。はい、これはまず肩甲骨の原因の発見方法になります。で次がですね、この胸郭と言いまして、この肋骨の部分になりますね。この肋骨の部分でして、肩が上がる時にこの肋骨ってどうやって動くんですかって言ったら、肩で言ったらこんな風に持ち上げます。いわゆるこういう動きですね。こんな動きをします。まあ、この骨模型でもね説明すると、肩が上がってくる時はこの肋骨がぐーっと持ち上がるような感じですね。でこういう風に持ち上がってきていくんですけど、これがですね閉じちゃってることがですね、いわゆる猫背になっちゃうと閉じちゃいますから、こう閉じちゃってて上がらない状態を見てるあなたも、こんな風に丸くなった状態で上げてみて上がらないですよね。ですからこれ伸びた状態になると上がりますよね。ってことはやっぱり肋骨、いわゆる胸郭が閉じてしまってると上がりにくいんじゃないかってこと。じゃあこれをどうやって原因を見つけていくのかって、原因発見法あります。どうするかって言ったら、これですね、肋骨って骨沿いでつながってるんですけども、この部分ですね、いわゆる肋骨の一番下のところがギュッと閉じてしまってると骨はつながってるので上がんないです。なんで一番下の怒りみたいなね、ここをしっかり開いてあげると上がりやすくなってほしい。なのでここの部分ですね、肋骨の下の部分を触ります。でどうするかって言ったら、おへそをまず探してください。おへそを探してもらって、指4本分ぐらい外側に行きます。でそのまま上にギューッと上がってくると骨に当たるね、骨に当たります。これがいわゆる肋骨の部分になりますね。この部分になります。ただねここを押さえちゃうと痛いです。押さえちゃうと痛いので、ちょっとね下の方、骨に当たりました、指2本分ぐらい下の方からグッと入れてあげます。グッとお腹に入れてあげる。
で、このままぐっとですね、まあ簡単に言ったら、こう上に持ち上げるような感じですね。指2本分下から上に持ち上げる。ただ、痛かったりします。肝臓とか胃とかがあって、入りにくかったりもするので、その場合はおへそのところのラインです。おへそのところからぐっと中に入れて持ち上げるって感じ。全然これで構いませんので、もしこの辺が痛かったりとか、無理やり押すと肋骨の骨折も起きてしまうので、まあ、おへそのラインで指4本分ぐらい狙ってる方のお腹の方に行って、中に入れる。そこから上に上げる。っていう形でやってください。で、これで上げてみてください。で、これで楽に上がる場合であれば、胸郭、もしくは腹部のところで、こんな風にぐーっと曲げてしまってるんじゃないかってことですね。なんで、これで、3つありましたね。鎖骨、肩甲骨、肋骨、いわゆる胸郭ですね。っていうところが、原因発見法ができたと思います。で、これで一番改善した場所、例えばお腹を押さえた時が、ほぼ痛みがない、肩が楽になってくるってことであれば、お腹、もしくは肋骨、胸郭ですね、が原因なんだよってことですね。鎖骨を押さえて上げやすくなった、あ、肩楽になったということであれば、鎖骨、いわゆる胸鎖関節が原因なんですよってことです。肩甲骨を押さえて上げやすくなった、痛みが楽になったんであれば、いわゆる腱鎖関節とか肩甲骨の動きが悪いから肩が痛くなってるんですって話ですね。で、大体こう3つを押さえていくとどこかに当たるはずです。で、そこを押さえてあげて楽になれば、そこの治療をしてください。大事なのは、今まだ動く、まだ痛いっていううちにちゃんと治療してください。これができていないから、それが痺れになり手術になったりするわけですよ。まだ痛いっていうのは痛みが悪いわけじゃないです。痛みっていうのはちゃんと休め、ちゃんと治療しろって体が言ってくれてる危険信号です。いわゆる信号で言ったら黄色信号なんですよ。まだ取り返しがつくよって。だからなんかちょっとマッサージしたりすれば治る。青信号に戻ります。でもすぐ黄色信号になる。なんでかって言ったら、赤信号に行かないために痛みっていうので黄色信号を出してくれてるんです。あなたの危険信号を出してくれてる。そのうちにちゃんと治療してあげてください。そしたら自分がしたいことができるんです。これが赤信号になってしまったら黄色に戻ることってのは非常に難しいです。だからちゃんと赤信号になる前のこの黄色信号でちゃんと青信号に戻すってことを意識する。だから痛みって悪いものじゃない、まずここを理解してください。で、この痛みっていうのをしっかり治していく、改善していくことっていうのができれば、あなたが楽に、そして痛みなく、自分が好きなことできるような人生が送れると思いますね。ですけど、これを放置してしまえば、手術、しびれで痛みで、ね、眠れない、こんなになってしまったらもう人生生きてて嫌だっていう風に言われる方さんもたくさんいらっしゃいます。それが嫌でね、私もこうやって整体とか理学療法して、やっぱ皆さんにね、こう改善してほしいなとさせてもらってるので、もしね、あなたがですね、この痛みを改善したい、この肩が上がらないことでたくさんね、料理ができない、好きなことができない、趣味ができなくなった、ゴルフができなくなった、テニスができなくなった、走るのも苦痛になってきた、ね、やりたいことができるようにしていくため、ね、今からがすごく大事な時期だと思います。この痛みが出てるうちにちゃんと原因を見つけること、痛みや結果ですですか、この原因を見つけることを常に意識してやってみてください。で、今回の動画の中でね、この肩の痛みに対してお話をさせていただきましたけど、まあ私のチャンネルの中ではこれ以外の腰痛だったり膝の痛みだったりとか痛みの話をね、たくさんさせてもらってますので、今日の話よかったらぜひですね、チャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。あとですね、もしね、原因を発見して、まあ治療に関しては正直近くの先生でもいいですし、いろんな先生でも構いません。ですけど、私のね、整体院復活ってところをやらせてもらってますので、もし興味があれば概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。はい、ということでね、今日はここで終わりにしたいと思いますが、ぜひね、この痛みを治すってこと、黄色信号のうちにしっかり改善するってことをね、しっかり覚えてやってみてください。痛みがない生活をぜひ実現してみてください。では、今日はここで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。